クトリー振り返っていきます。まずチャンスを迎えたのは今日のゲーム楽天でした。オリックス先発は宮城、追い込んでからインコース寄りのストレート、ここは山崎さんうまく打ちましたね。太田、いや本当にねうまく打たれましたね。2回に楽天が先制点を挙げます。ゲームは2回の裏、このイニングは杉本、中川、足立、三者連続三振、このフォークが冴え渡りましたね。もう素晴らしかったですね。足立に対しては外いっぱいのストレートでした。そしてゲームは3回です。この3回もワンアウトランナー3塁1塁とチャンスを迎えて島内、ここはきっちりとレフトに犠牲フライ、小深田が帰ってきて1点追加、2対0とします。楽天です。2点ビハインドのオリックスは3回裏、先頭の頓宮空振り三振、さらに若月フォークボールで空振り三振、クレバエショーボール、これで山崎さん6者連続三振だったんですよね。いやもう本当に追い込んだらもう今のボールですよね。5回途中まではパーフェクト、それを打ち破ったのが中川のレフトへのヒットでした。まあ、ここから少しずつ流れ変わり始めましたよね。なんかねこう試合が動き出したなっていう感じありましたけどね。足立エンドラン成功、内野安打になってランナー二塁一塁、その後ツーアウトランナー二塁一塁で好調の若月バッターボックスです。ライフに持っていきます。セカンドランの中川、風岡コーチ回しましたがストライク返球、まあこれ以上ないというコントロールでしたね。いやもうこのどうしようもなかったですよね。見事な送球返球でした。ホームタッチアウト、得点奪うことができなかったオリックスです。そしてラッキーセブン7回です。ここは楽天チャンス、ランナー二塁一塁、島内はサードフライ、粘っていきます宮城です。7回途中で中田監督は宮城から K 鈴木にスイッチ、追い込んでから最後は変化球、 K 鈴木もよく粘りましたね。いやもうここは大きかったですよね。はい、宮城は6回3分の2、球数114球2失点という内容でした。その裏です7回、ここもランナーを置いて好調若月、今度は三遊間を破っていきます。ここも回すんですよね。いやもうここもストライク生かしますよね。ストライク送球、タッチアウト、ここも得点奪うことができなかったオリックス、またも好返球でした楽天の守備陣です。そしてゲーム8回、先頭の紅林がうまくセンターに持っていきました。9試合連続ヒット、さらに福田初球を狙っていってのセンターへのヒット、さらに辰巳エラーが灯ってランナー二塁三塁、ノーアウト同点に追いつくチャンスがきます。大城セカンドゴロで手を返します。ワンアウトランナー三塁、さあ同点のランナーを置いてクリーンアップ吉田、杉本が来ます。吉田倒れた後ツーアウトランナー三塁です。杉本、ここは三球三振でした。取りたかった1点ですね山崎さん。いや追いつきたかったですよねここでね。そしてゲームは9回です。先頭の鈴木大地、ストレートを捉えていってライトポール際に打球は吸い込まれました。これで3対1、さらに浅村、これは山崎さん完璧でしたね。いやもうこれはもうどうしようもなかったです、見事なホームランでした。今シーズン第13号はそのホームラン、これで4対1と変わります。3点を追っていく中島オリックス、最終回は松井がマウンドに上がりました。足立がレフト中段まで持っていくホームランで今シーズン第1号で1点を返して4対2。その後ツーアウトランナー1塁で好調の紅林でしたがショートゴロ、小深田さばいてゲームセット、則本が今シーズン6勝目、残念ながら宮城には勝利がつかなかったというゲームでした。